20代でスペシャルウィーク、ねうん、をはじめとして30代40代そして今回50代、うん、まあ、あの年齢のこともかなり書かれましたけれども、全国にばらされます俺女性だったら怒られますよこれ土曜日でしょ、はい、金曜日に初めてあれなんですよ、ペイペイって使ったんです初めて初めてペイペイやりましたか。デビューが金曜日だったんです。金曜日にペイペイ、土曜日に、めいめいです。すごいですね。これ本当ですか。ペイペイはスムースに行きましたか。いや手伝ってもらえないお金で払った方が早かったヒヤヒヤしませんか、そういう時。あんまり今度早く動いてるとやっぱりそこまで来て同じとかになっちゃうんでね。だから結構、うん、ちょうどいいところで行けたかなって、まあ結果的になんですけどね。まあね、丁寧特別なんで丁寧に乗りましたさすがです、はい、これだけ乗っててっていうのは、はい、なかなかの決断だと思いますしね、楽しみは楽しみですね。あとは豊さんに騎乗依頼がどのくらい来る。いや、来ないんじゃないかな。どうしてですか。そんな気がするな。そんな気が、うん。子供の頃いじめてたしね。豊さんにとっては来年連覇。いや、出る権利をなんか取らないとダメですよね。ダービーですかね。あ、凱旋門賞。また字面見てもね、モーリスとジェンティルドンナですからね。担当厩務員さんが壇野大成のお父さんなんです、はい、おそうですか。だからうどん屋の息子さんうどん屋の息子じゃないけど今スタンドの、ね、はい、今のスタンドのうどん屋さんの。そうですね。だから水曜日なんか調教スタンド行った時ね、はい、なんかうどんセールとかやってんのかなと思ったんですけど何もなかったで、豊さん実は17番人気に乗るのはこれが初めてだった。そうなんですか。デビュー以来ですか。デビュー以来、18番人気もないのかな。ないんです。あ、ないんですか。今までは16番人気までだった。そうなんや。アナジョッキーとして今後は頑張っていきたい頑張っていきたい。サインかけたい、はい、サインお願いします。ありがとうございます。